コズメ・トゥーラクフェラーラ派は、ルネサンス期、フェラーラ公国で前世を極めた画家たちの集団。フェラーラを統治するエステ家は、芸術家のパトロンとして知られていた。1471年にエルコレ一世デステが、フェラーラ公になって以来、パトロン活動は代々継承され続けた。しかし、 1597年にアルフォンソニセイデステが死にエステ家の直径が絶えたことでそれは終わった。1598年にはフェラーラは強行領として没収されマントバのゴンザー崖と並び称されるエステ家のコレクションのほとんどが散らばってしまった。フェラーラ派の絵画スタイルはマントバ派、ベネツィア派、ロンバルディア派、ボローニャ派。 フィレンツェ派から受けた影響を混合させたものだった。特に、ボローニャ派とは密接なつながりを持っていた。また、15世紀後半のフェラーラは、イタリアのエングレービングの中心地でもあった。作者不詳のマンテーニア・タロッキの2つのセットが作られたのも、フェラーラではなかったかと言われている。フランチェスコデル・コッサー。 ミネルバの勝利、カミッロ・ラベルチの1856年の美術家伝記のフェラーラ派の項目には以下の画家たちの名前がある。ドッソドッシアルゴナウタイの出発、グエルチーノ、聖ヨハネと聖パウロの受難。ありがとうございます。